米価審議会は、農林水産省の諮問機関として、かつて存在した審議会の一つ。1949年設置、2001年廃止。農林水産大臣の諮問に応じて、米価などの主要食料の価格、政府が卸売に売り渡す、政府売り渡し価格に関する基本方針を審議した。1921年の米国法によって設置された、米国委員会を源流とし、 1933年の米国統制法、1942年の食料管理法の下でも継続された。1949年8月2日に米下審議会の設置が閣議決定され、9月5日第1回審議会が開催されたが、当初は非公式のものであった。1949年11月15日、 閣議は生産者米化石あたり4,250円と決定した。12月27日、閣議は1950年1月1日からの消費者米化1 0ロあたり445円と決定した。1950年12月13日、政府は生産者米化石あたり5,529円と告示した。12月27日、 政府は1951年1月1日から消費者米価1 0キロ5 1 5円に値上げと発表した。1951年には法制化に伴って経済安定本部に所属していた物価調所管の審議会となる。1951年9月26日、都市と農村との所得均衡を図るため、米価算定に所得パリティ方式の採用を政府に投申した。 11月13日、米価審議会令が交付された。1951年12月26日、政府は生産者米価席あたり7030円と決定した。閣議は消費者米価1 0ロ g あたり620円と決定した。1952年に食料庁所管に移された。当初は生産者代表、消費者代表、中間代表によって構成されたが、 1968年には中間代表から国会議員は除外され、翌年には生産者後、消費者後、中間15の定員25名による構成となった。だが、米の消費量減少と減短政策、さらには諸外国からの米の輸入自由化要求などが絡むようになった1970年代以後になると、農業共同組合などの生産者団体や与党で、ある、 自由民主党特に農林族と呼ばれる族議員の介入が行われ、毎年生産者価格決定の時期になると審議が大混乱に陥り、かつ審議会の答申は無視されて政治判断によって価格が決定されるのが恒例となるようになった。1994年の食料法制定以後、米の流通自由化が進んで、米価審議会の役割の形外化が進み、 1999年の審議会制度の大幅見直しに伴って廃止された。ありがとうございます。